はい、皆さんこんにちは、.com.com です。今風実況パート54ですね。はい、じゃあ早速やっていきましょう。まあちょっと今風だけ先に編集してパート数の確認だけをしてからちょっとまあ収録を始めています。なのでまあ一応パート53までこの時点で編集できてるっていう感じです。みんなどうでもいいよね。はい、じゃあ前回はそうですね、性ストレスと戦った感じですね。それで次バルフェルムに向かうみたいなことが示唆されてたので、まあバルフェルムに行くんですけれども、まあその前にやっぱりチップの取り逃しが嫌だということで、相変わらずですけれどもチップの確認だけをやっていきましょう。まあ一応前回旧ファーレン教会寮まで、旧ファーレン教会後までは行きましたけど、ただ果たしてどうなのかな、もしかしたら意外に落とし穴があったかもしれないんですけど、落とし穴ってカオケ道の落とし穴じゃないですよ。じゃあちょっと一回、もう一回ですけど、すごいですけど、ファーレン教会行きます。もう一回色確認して何かないかだけチェック。でも動けるときはもうどんどん調べていきましょうよ。まあチップの取り逃し、人がいた。でも変わんないよね、どうせ。まあ取り逃しとかはあるかもしれないですけれども。てかまあ取り逃しはもう確定してるんですよね。あのチップのかけらの形ですけど、でもこの時点でパーフェクトはなくなっちゃってるので、そこまで戻すのちょっとさすがにめんどくさいんで、そこはスルーします。なのでまあパーフェクトじゃないですけど、まあでも極端にっていうかできる限りまあパーフェクトは狙っていきたいと思います。まあ相変わらず墓荒らしですけど、さあ特になさそうでした。じゃあ次どこにしようかな。 F サルカにしよう、近いから。 S タルカでなんかね、でもどうだ、 S タルカも別になさそうな気がするな。まあだいぶ前だけど、今の時期になってなんかチップが落ちてないっていうのもあるかもしれない。レイクスさん、あそうだ、レイクスさんのチップが2つあったんだっけ、これ。でもレイクスさんいなくなっちゃったね。ちょっと残念ですけど、これも何かの定めなのかもしれない。そんなこと言っちゃえ、ちょっとまあ物悲しいけど。そのエスタルカでまあ2つあって、こっちからいけないか。あとないかな。クリジンションもなかったような気がする。街灯とかもよく見つつ。右上に地名が表示されてるから、むしろそれが邪魔で見づらくさせてるところもあるかもしれないから、そこも念入りによく見てみんなのチップ探しだけやってると思うんで、それだけでパート1個分食っちゃうからな。そう、他行ってもないしね。リックさんいなくなっちゃった、もう本当無関心なのに。あ、間違えた。いや治らない、それ治るわけがねえだろうか。
ないですね。はい。エスタルカもなさそうだな。じゃあ次ジェナ行きましょう。ジェナもないと思うけど。いや、一応そうだな、思い出したけど一応最終録であちこち行ってはいるんですけどね。セリフとかは別に変わんないんですよね。そこはね。そうするともうジナって行く必要はないのかな。でもな、でもこれだけのためにジナが来るってのもな、なんかちょっとジナの扱いひどいと思います。ひどくなるじゃないですか。確かに三重石を知るってイベントではかなり大事ですけど、まあでもなしょうがないよね。よく目を凝らしつつ、ないっぽいね。だからこれだけのためにねやるってのもいかがなものかとは思いますが、ジェナの洞窟、これ別になさそうだと思うけどね。意外にあったりとかしたらね、嫌だけどね。そう、毎回言ってるよね。あったら嫌ですけどって。だって今風ってチップ貯めていかないと後半詰まるらしいんですよね。まあ一応うちノーマルでプレイしてるんでまだイージーにするって選択はあるんですけど、ただな、後々辛くなってきたら嫌だなってことでね、やっぱり備えあれば憂いなしって言うじゃないですか。だからまあそういう意味でくまなく本当に探してるんですけどね。説明書にもある言ってるぐらいですからね。本当にこれでもかってくらい調べてるね。クワで何かの岩壊すとかって、いやそれもないか。じゃあ洞窟関連で、じゃあ今度は棺桶洞行きましょう。口でもなんかあるのかな。あ、出ちゃった。やっぱ棺桶洞の音楽ってやっぱり山夏らしさが出てる感じがして、うちは好きなんですけどね。アルファ夏らしさってなんだろう。主観か完全に。いや、一旦洞窟入ってないかだけ確認しましょう。でないかな。でもここティナのチップしかないってのも変な気がするけどな。時間が9分になってきた。ないな。とりあえずルミディティスにあるかもしれないので、まあ、ルーンティティスはちょっとこのパートではちょっといけないですが、こっちで、まあ一応魔晶石もちょっと見つつ、魔晶石やっても何もなさそうだな。トロッコにあるとかね。はい、ないですね。どうもないっぽい。じゃあいや、ちょっと棺桶洞で一旦ここで切りましょう。はい、じゃあ今風実況パート54以上になります。ご視聴ありがとうございました。